中ネオタッキーです。今日はね、前回の動画でも言いましたけどね、もうフィルム写真がちょっと失敗でネタがないんです。フィルム撮影がね、まあ、生命線になってるんですけど、まあ、ジャンクカメラとかジャンクレンズを使うのでね、まあ、こういうことは結構あるんですけど、まさかね、3本中2本失敗してるとは思ってなかったんでね、まあ、ネタがないので、このカメラを取り扱っていこうと思います。これね、EOS KISS M になりますね。ピントが合わないかな。合うかな。KISS M になります。今日はね、このカメラを、紹介するということで、蓋が入ってα7 で撮影してますね。この α7 ちょっとピント合わせに癖があってね、メガネをかけるとね、ピントが外れちゃうんですよね。今日は大丈夫？まあこんなもんだ。そんなわけで、動画をスタートしてまいります。はい、この今日紹介する EOS KISS M ですね。ちょっと発売されてから時間が経つ、まあ古いモデルになるんですけどね、今 KISS M2 っていうのが登場しておりますが、あんまりね、その目立った性能差がないという風に感じましたんで、安かったんでね、僕はこちらを購入しました。でね、キヤノンさんのサイトで主な特徴ということでね、一眼ならではの高画質、2410万画素の高精細 CMOS センサーと新映像エンジン DIGIC8 の搭載で高度な撮影表現が可能。誰でも簡単撮影、カメラ初心者でも安心の操作感と画面設計、バリアングル液晶モニターと EVF で快適に、より快適なピント合わせ、即距エリア拡大と最大143点の即距点でより早くより広くピント合わせが可能、高い追尾性能や高速連写も、スマホと常時接続、 Wi-Fi で写真や動画をすぐにシェア、 Bluetooth 搭載でより快適に、さらに自動転送もということですね。でね、仕様としましてはね、デジタル、一眼ノンレフレックス AFAE カメラ、記憶媒体 SD メモリーカード、 SDHC メモリーカード、 SDXC メモリーカード、画像撮像さ画面サイズが 22.3×14.9 APS-C サイズですね。使用レンズはキヤノン EFM、EF レンズ群、EF 及び EF レンズはマウントアダプターが必要になります。で、レンズマウントは EFM マウントということですね。まあ、こんな感じなんですけどもね、シャッター速度とかはこれ仕様のところに書いてないっぽいな。結構適当だな。露出制御は、速攻起動範囲は EV0 から EV20、常温23度、ISO100 ということですね。まあ、撮影モードが多彩ですね、いっぱいあるんで、まあ、この辺はね、もう見てください。もう書くとこがすごいことになってますね。ISO 感度は100から25600、手動設定、オートも可能ということですね。まあ、露出補正は3分の1ステップでプラスマイナス3段という豪華なものになっています。A6 はもう自動手動と選べるということですね。電子制御式のフォーカルプレーンシャッターで、シャッター速度は4000分の1秒から30秒、すべての撮影モードを合わせてということですね。あと、バルブモードは撮影モード M のみ。ストロボ同調最高シャッター速度は200分の1秒。内蔵ストロボは手動ポップアップストロボでガイドナンバー5、充電時間が約3秒ということですね。調光補正が ETTL2、自動調光方式、赤目緩和機能 ETTL2 ということで EX シリーズのストロボを使えるはずですね。ストロボ調光は3分の1段ステッププラスマイナス2段で FE ロックシンクロ設定セーフティ FE ともに可能ということですね。やはり外部ストロボ EX シリーズスピードライトと書いてあります。まあ、いろんなことがね、いろいろ書いてあるんですけども、今回はね、もうね、標準モードだけで撮ってきました。標準というか、もう全部オートですね。ピクチャースタイルもオートだし、ISO もオート。で、絞りだけちょっとコントロールしましたけど、ほぼ絞り優先、モードで撮ってきてます。で、今回ね、使用したレンズはね、これ、
EFM22mm、F2 っていうね、レンズになります。まあ、以前の動画から言っておりますけど、APS-C のね、まあ、キャノンは 1.6 倍換算ということで、35mm フィルムカメラ及びフルサイズデジタルカメラに換算すると、レンズの焦点距離が 35.2mm。まあ、ほぼ 35mm なんですね。まあ、まあ、写真のことをよくやってる方は知ってると思うんですけど、フルサイズ画角で 35mm ぐらいが、まあ、スナップ撮影に非常に向いている画角ということで、このレンズを選んだわけです。これね、最短撮影距離がマクロモードで15センチということでね、まあまあ、このぐらいまで寄れるということですね。で、EVF なんですけども、まあ、ドット数はちょっとわからないんですけどもね、まあまあ見れるかなぐらいですね。一応ね、この下のとこにね、指導補正ダイヤルがついておりまして、私結構強い老眼ですけどもね、ファインダーの中は綺麗に見ることができますね。でね、AF なんですけども、AF はね、その動画とね、静止画でちょっと変わってきますね。動画はね、その補助光、AF 補助光が使えないんで、暗いところではちょっともっさりした感じになりますね。で、一応ね、動画を作ったんでね、見ていただこうかな。まずこれが静止画ですね。このようにね、静止画の方では比較的ね、これAI サーボ AF になってますけど、スイスイ映ります。今ね、ちょっと赤いランプが光ったのわかりますかね。暗いところをね、ピント合わせしようとすると赤いランプが補助光が光ってね、スッと合わせてくれます。で、こちらがね、動画モードですけどね、これね、動画の時はね、ちょっと癖がありまして、まあ、ピントを合わせた、前ピント合わせたところに結構しつこく残ったでしょ。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じね。まだ残ってますね、まだ残ってますね。この辺をね、ちょっと理解しないと動画撮影は失敗する感じですね。僕もまだね、試行錯誤している段階ですが、ちょっと AF に癖があるかなっていう感じですね。画像はね、非常によろしいですし、何よりもね、内蔵マイクの音がいいのが好印象ですね。まあ、外部マイクをつけなくても音がいいということでね、手軽にできますし、で、外部マイクをつけるとやっぱ邪魔になりますからね、手軽にできないということでね、手軽に撮りたい派はね、断然キャノンがいいと思います。ソニーのね、α7、これはね、オーディオテクニカのマイクをね、つけて撮っておるんですけども、そのマイクをつけない、外部マイクをつけないで内蔵マイクの音は結構ソニーはひどいですね。で、α7 だけかなと思ったら、α7-2 も結構高評されてますし、で、α7-3 はどうかなと思ったらね、この間ね、その7-3の内蔵マイクの音で撮った時と、その、外部マイクで撮った時の音を比較してる動画あったんですけど、やっぱ α7-3 もね、α7 と同じ音です。内蔵マイクはね、ソニーさんは結構ね、安く作ってあります。ただね、キャノンは、外部マイクをつけるとホワイトノイズが出るという問題があります。だから静かなところで、撮影するのにね、外部マイクは使いにくい、キャノン、で、ソニーさんの方は外部マイクをつけてもホワイトノイズが入らないということで、ここはちょっと使い分けが必要かなと。まあ僕もね、これでね、外で撮るときはね、外部マイクで撮るかもしれません。外部マイクにしてね、ホワイトノイズが出ますけど、屋外っていうのはね、もう暗騒音が山のようにあってホワイトノイズが気にならないですね。で、逆に外部マイクをつけると、その指向性が入るんで、自分が喋ってる言葉が素直に入りますから快適になるかなと。ただ、室内で撮るのに外部マイクをつけるとホワイトノイズが目立って使えない。常時外部マイクで使うんだったらソニーもいいかなという感じかな。難しいところですね。これは、まあ、好みによりますね。人肌の色は僕はキャノンが好きですが、まあ、僕のね、目はちょっと色弱っていうか結構強めの色弱、弱めの色盲って感じなんで、あんまり当てにはできません。まあ、この辺も好みでいいんじゃないかなと思いますね。でね、ここからはね、ちょっとまだまだね、まあ、1回目ということで、取り下ろしっていう感じなんですけどね、このレンズ1本だけでね、作例を作ってきました。スチル写真ですね。まあ、動画の方はね、
いつもの動画を見ていただければ、まあ、大体わかるから。ちょっとね、AF に癖がありますけどね、動画ではね。で、スチール写真を撮ってきましたんで、ちょっと作例を紹介していこうと思います。はい、作例なんですけどね、今回も本当に適当に撮ってきたんでね、なんだかよくわかんない写真もまあありますけどね、もういよいよわけわかんない写真はね、省いたんですけどもね、まあこれでもちょっとどうしようかなって感じの写真ばっかりですが、まあこのようにね、近くで物撮りをするとき、この 22mm のレンズ非常にいい感じに映りますね。発色も豊かですし、解像度も高くてね、まあ背景ボケもね、非常にね、滑らかなものになっておりますが、まあやはりね、22mm という画角でね、まあ APS-C サイズなんで仕方ないんですけど、背景ボケは弱めです。で、ダイナミックレンジの方なんですけどね、このように、そこまで狭くもないと思います。まあまあ、これは合格点のレベルと思いますね。でね、近くによって物撮りとかね、花を撮るとね、非常にいいと思いますね。これもう花レンズと言っても過言じゃないかなって思います。非常に花がいい感じで映りますね。まあ、室内でも屋外でもね、全部オートで、ホワイトバランスもピクチャースタイルも、すべてオートで撮ってくれるんでね、まあ初心者の方はね、もう全部オートにしてね、もうプログラムオートでずっと撮っていくのもいいですけど、このレンズを使うんだったら、絞り優先モードにして絞りをコントロールする方がいいかもしれないですね。このようにね、最後の花もね、綺麗に映っております。ピクチャースタイルオートなんですけど、まあ緑色とかね、ピンク色とかが入ったら自動的にね、風景モードとかね、いわゆる、発色がいいモードに変わっていってくれるんだと思います。これなかなかいいと思いますね、このカメラね。でね、問題はその値段ですね。EOS KISS M2 が出てもね、そんなに下がってないんですね。中古機と新品がね、ほとんど変わらない価格になってるんで、もう僕は迷わず新品を買いました。一応普及カメラなんで、普及機っていうのはやっぱね、中級機、上級機に比べると耐久性的に弱いものがありますし、で、普及カメラなんでね、わけわからない人が使ってる可能性が非常に高いということで、で、保証も切れてたりするんでね。まあそんなわけでね、私は新品を購入しました。新品を購入するのがおすすめですね。僕はね、その、EFM15-1545 だったっけ?このレンズのね、ダブルレンズキットを買いました。ダブルズームレンズキットを選択する人が多いでしょうけど、僕はダブルレンズキットを買いました。それなぜなら言ったら、まあ、この 22mm のレンズがね、欲しかったということですね。このレンズね、まあ、22mm なんでね、その、ちょっと被写体から離れると、やはり背景ボケは弱いものになります。ここはもうね、APS-C サイズカメラの宿命だと思いますね。だから、花レンズって感じですかね。花を撮るのに非常にいいですね。あと、愛犬とか猫ちゃんをね、近くによって撮れるんだったら非常にいいと思います。子供を撮るのにもいいかな。まあ、ポートレートにはちょっときついレンズになるかもしれませんが、そこはね、EFM と EF アダプター、EFM、EF アダプター、レンズアダプターを購入して、キャノンの EF50mmF1.8 を購入するといいんじゃないかなと思いますね。アダプターがだいたい1万円前後、中古だったらね、5、6000円でありますね。で、EF50mmF1.8 が新品で1万6000円ぐらいで入手することができると思います。まあ、望遠レンズはね、EFM のアダプターをつければ、EF レンズアダプターをつければ、EF レンズの方が、お買い得だと思います。特にね、APS-C のね、50mm、250mm っていうね、レンズがありますんで、その辺はね、ものすごい中古で安く出てると思います。EFM マウントの望遠レンズはちょっと高めになっていくと思うんで、ここは迷うとこですね。ダブルズームレンズキット。まあ、標準ズームと望遠ズームの、キットを買って、このレンズを買い足すか。まあ、いろんな、選択肢があると思いますが。まあ、新品で購入するとなるとね、新品で購入するって限定すると、全体的に EFM マウントのレンズが安いです。レンズが安いですしね、マニュアルフォーカスになりますがね、いろんな中国製のメーカーとかね、いろんなレンズが出ておりますので、そちらも楽しめると思います。EFM マウントでね、楽しめるレンズ非常に多くなっております。
まあ、たくさん売れたね、カメラ、たくさん売れたマウントですのでね、やはりそこは融通性があります。で、APS-C サイズということでね、暗部のノイズとかはそんなに強くありませんが、古いカメラでもないんで、そこはね、結構撮れます。よっぽどね、拡大してね、ほら、ここノイズ出てるんじゃ、みたいな感じで、スペックオタックとかね、そういう人が買うんだったら、ちょっと敬遠するべきだと思いますがね、もう普通にね、写真を撮りたいっていうね、方には十分の性能を持っているカメラだと思いますね。とにかくね、コンパクトです。ただ僕みたいな感じのね、EOS のカメラをね、もう長年使ってる人間には扱いにくいです。普通の人には扱いやすいカメラだと思いますが、露出補正とかをね、いちいちね、画面で呼び出してやらなきゃいけなかったりとかね、サブ電子ダイヤルがないんでね、そこがね、ちょっと痛いところでありますね。まあ、中継機ばっかり、使ってるんで、仕方ないんですけどね。キスデジとかね、から、映ったらね、逆に使いやすいって思うかもしれませんが、5D とかね、50D とかね、そういうね、でっかいボディのね、中級カメラばっかり使ってる人間には、おっとっとって感じでね、違和感がある部分がたくさんあります。同じカメラ、キャノンのカメラなのに操作性が全然違うみたいなね。そこはちょっと注意が必要ですが、まあ、コンパクトなんでね、とにかくもうこれパンケーキレンズで本当にちっちゃいんで、ポケットにはさすがに入んないんですけどね、ワンハンドストラップとかをつけてね、取り歩くのもいいかもしれませんしね、非常に軽量なんでいつでもね、持ち歩けばいいと思います。はい、とりあえずね、まあカメラレビューこれ一発目ですね。何度かやるかもしれません。まだだって全自動でしか撮ってないし、撮影モードもね全然選んでないんでね、今後もね、いろんなことをやろうと思います。で、まあ、動画はね、今後ねキス M で撮っていくと思いますんでね、その辺はまあ交互期待ということで、まあすでに2本ほど撮ってますけどね。はい、今日の、カメラ紹介はここまで。ここからは作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナーです。撮影機材をキス M に変えました。どうでしょう。これね、内蔵マイクで撮ってます。さっきの、α7 はこんな感じですね。もうやらいことになってますけどね、これね。このヘンテクリなものは何かっていうと、自撮りをするときの鏡なんですね。これ、シンさんから教えてもらったんですけどね、いいものを教えていただきました。これでね、自撮りも自撮りになってるんですけど、メガネをつけてるとね、ピントが合わないのがものすごいストレスでね、キス M になったわけなんですけどね。でね、作品投稿のコーナー、今日トップバッターは、楓さんですね。毎度動画を楽しく拝見させていただいてます。写真を2枚投稿させていただきます。シャッターバネが粘っていたり、シャッターチャージができなかったり、その他不具合満載な満身創痍状態のトップコン 35L を手に入れ、カメラ屋で修理後に試し撮りをしたものです。レンズは固定式のトップコール 4.4cmF2、フィルムはイルフォード XP2 スーパーです。初のレンジファインダーカメラですが、フレーミングは難しいですね。そうなんです、フレーミングが難しい。そこが、レンジファインダーの面白いところ。1枚目、日曜日に広場に出かけ、JR 高槻駅近くにある、天遺跡公園に泊まっていたキッチンカー撮りました。2枚目は、北山の天神さんかな。同じく高槻駅近くにある上宮天満宮の、長寿屋です。太宰府天満宮に次いで2番目に古い天満宮だそうです、ということですね。ほうほう、知らなかった。で、作品なんですけどもね、まあ、光はま、この時節ということでね、ないんですけど、キッチンカー結構これかっこいい写真ですね、これね。キッチンカーもいいですし、奥のお店も雰囲気が出ております。で、2枚目なんですけどね、これ非常に解像度高いと思いません。これ凄まじい解像度。よく解像度がわかる写真ですね。で、会長も素晴らしいと思います。水の濡れたね、石の感じがすごくディテールで出てると思いますね。でね、レンジファインダーカメラのね、使い方としてはやはりね、
ちょっとフレーミングに余裕を持たせることですね。で、後でトリミングするなりのことをすればいいと思います。特にね、記念写真とかを撮るときはね、ちょっとフレーミングに余裕を持たせないと、誰か一番端っこの人がね、真っ二つになったりしますんでね、そこは気をつけてということで、レンズはすごく良さそうですね。これどんどん撮ってね、また良作をどんどん生産してください。はい、楓さん、ありがとうございます。次はね、長州薩摩さんの投稿です。中年オタッキーさん、こんにちは。フィルムがまだカメラの中にあり、撮り終えていないので、デジタル一眼レフとフィルム時代のオートフォーカスレンズの組み合わせの写真を投稿させてください。ゴールデンウィークに箱根湯本の温泉街を撮影しに行ってきました。タイトル、久々の爽快感。カメラニコン DF、レンズ AIAF ニッコール 35mmF2D ということで、35mm のレンズいいですね、羨ましい。AIAF ニッコール、まあいいですね、これすごいいい、またね、もう本当にね、爽快感満点の写真。でね、雲がね、一個ポツンと浮かんでるのが非常にキュートですね、この写真ね。まあ古い、そのフィルムがカメラ時代のレンズということですが、さすがニッコールの単焦点、ものすごい解像度で撮られておりますね。なかなかね、雰囲気のいい写真になっております。これ、色もいいですし、解像度もいいですが、ちょっともうタイトル画面にほんのちょっともたえなかったかな。長州薩摩さん、ありがとうございます。次はね、サムライジャパンさんから2枚来ました。しばらくぶりの投稿します。コロナも北海道もやばい状況で何かとやりづらくなってきました。仕事関係でも発生しているんで人員配置にも影響出ています。なかなか取りにも行けない状況ですということで、なかなか北海道すごいですよね。今北海道ってえらいことになってます。1枚目のタイトルは石狩サンセット、小西6パール3、富士プロ 160NS、2枚目は春のダム、コニカ C35FD、富士カラー100仕様ということですね。で、作品なんですけどもね、これね、中盤カメラの筒が改造でものすごいことになってますね。あえてね、その日の丸構図にしたことで、面白い影を、雰囲気よく撮ってると思いますね。これね、レンズに光が入って、晴れ切りしたのかな。あ、ちょっと上にフレアが広がってるんで、結構このレンズ逆光に強いのかもしれない。で、次2枚目なんですけどもね、これかなりシャッター速度を遅くして撮ったのかな。 C35FD ってそんなことできるっけ。流れているものがね、水がね、結構ね、本当に流れてる描写になってると思いますね。コニカヘキさんのさすがの写りだと思います。はい、サムライジャパンさん、ありがとうございます。次はね、北野隆さんから1枚ですね。オタッキーさん、こんにちは。久々に写真投稿します。いつも行く公園の池にいるカモをデジタルで撮りました。フィルムカメラで桜撮りました。現像に出しているので良いのがあったらまた投稿しますということで、カメラペンタックス KX、 レンズは SMC ペンタックス M200mmF4 仕様です。タイトルはいいことあった、ご機嫌な感じに見えたカモでしたということで、写真なんですが、これが面白い。これね、なんかね、ちょっと一杯引っ掛けてね、千鳥足で歩いてるっていう雰囲気に見えます。もうちょっとトリミングしても面白かったかな。カモの表情が非常にいいですね。ご機嫌そうに見えます、確かに。北野隆さん、ありがとうございます。面白い写真ですね、これね。で、もう一名ですね。お名前が、高滝さんですね。中年オタッキーさんと皆様、こんにちは、こんばんは。東京オリンピックは東日本大震災からの復興五輪と言われてますね。今回の写真は熊本地震で壊れたままのカーブミラーと、それに対するようになびく聖火リレーの上り旗、それを照らす明るい太陽光。一枚の写真にいろいろなものを詰め込みすぎましたでしょうか。もしオリンピックを開催するなら成功してほしいですね、ということですね。カメラオリンパスペン EE3、フィルムがコダックカラープラス200ということですね。いや、これいい写真だと思いますね。光も非常にありますしね、その光を透過させた上りが
非常にいいと思います。で、壊れたね、カーブミラーと一緒に、確かにね、なんですか、主にそのメインにするその主題は確かにちょっと混在はしておりますが、光があってね、非常に美しい写真になっていると思いますね。ちゃんと上りもね、ちゃんと読める方向にありましてね、上りってね、結構ひっくり返ってね、鬱陶しい時がね、撮る時あるんですよ。これ逆向きになっちゃったよ、みたいな感じでね。風があったらピント合わないしね。そんなわけで、作品投稿のコーナーはここまで。ここからは、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、トップバッター今日は二人紹介しますね。ちょっとね、動画をプラスっていうね、発表したら一気に投稿が増えましたんで、今日二人紹介します。アリアさんの投稿ですね。中年オタッキーさん、こんにちは。俺のカメラコーナーに投稿させていただきます。ご紹介するのは京セラのフィルムカメラ、コンタックスアリアです。いいカメラですね。あまりフィルムカメラに詳しくない私が、可愛い見た目だけで即決し、お年玉や貯金をはたいて感動品を購入しました。使用しているレンズはカールツアイスプラナー 50mmF1.4 リッチだな。カールツアイスディスタゴン 35mmF2.8 です。発売された当時は決してフラッグシップカメラとしての位置づけではなかったと聞いていますが、4000分の1秒までのシャッタースピードと露出モードの多さにびっくりしています。ただ電池がないと動かないカメラだということなので、大事に使って少しでも寿命を長くしたいと思います。ちなみに好きすぎて毎日枕の横に置いて寝ていますということで、写真なんですけどね、これね、タイトル画面に決定です。もうね、この手の写真来たのは初めて、女の子がカメラをね、持ってる写真来たのは初めてですね。コンタックスアリアね、一応女性向き、初心者向きに開発されたカメラだとは思いますが、レンズがね、ツアイスが使えるんでね、もう、クロートでもね、よだれが出るカメラになっております。これね、アリアさんね、ま、ハンドルネームのアリアっていうのはそういうことなんでしょうけど、本当に好きなんですね。これタイトル画面に使用させていただきます。おめでとうございます。はい、次がね、これじゃないや、奈良崎のさんでいいのかな？うん。おたっきーさん、いつも楽しく動画見させていただいています。今日は俺のカメラのコーナーに初投稿します。ご覧のカメラはドイツコダックのレチネッテ、LA か。になります。モデル名がゴシック体になった最終型で、我が家に来た時は針側浮きで全滅、シャッター不動、絞りバネ脱落、巻き上げレバー割れて崩壊、分解オーバーホールし、レバーを新たに作成、白の針側にしたところ、なかなかおしゃれカメラになりました。巻き上げレバーの写真も送りますということですね。これはすごいな。巻き上げレバーはカメラの底になります。本来はそこも針側があったんですが、カリンという木で作り直しました。オタッキーさんは、の白の木線は見れませんでした。白の針が意外と古いレンジファインダー機に似合うのではないでしょうか。ちなみにダイソーのフェイクレザーを岡本テープの両面テープで貼りましたが、レチネッテは緩やかなカーブのボディなので剥がれることはありません。ではではよろしくお願いしますということなんですけどね。いやもうね、もうレチネッテっていうだけですごいんですが、そんだけね、ガタガタになった状態のカメラをね、ここまで戻して、いや巻き上げレバーを自作するってね、これね、どうやって作ったんだろうな。これね、木で作ったの木で作ったのかよくわかんないけど、そこのね、木目というか木ですよね。そこまでね、こだわって作るのはね、すごい職人技だと思いますね。はい、今日の動画はここまで。他のコーナーはお休みになっております。やったやっちまったのコーナー、教えてオタッキーさんのコーナー、うちの近所のカメラ屋さんコーナーっていうコーナーもありますが、ぜひぜひね、投稿していただければと思います。で、月の動画はね、プリモフレックスのタイプ B でね、コダックのエクター100を、投入したもので、ね、撮影したきたやつか、この間取り上がったの何だったっけ、忘れちゃったよ。じゃあ、ミノルタ A だ。ミノルタ A で撮影して、まだまだ現像してないですけど、
そのどちらかの動画になっていくと思います。今日の動画はここまでです。いかがだったでしょうか。チャンネル登録の方順調に増えていっております。5100名を突破しておりますね。もう勢いはね、まあそこそこなんですけど、以前に比べると 1.5 倍ぐらいのペースで増えてるんで、順調であるということでありますね。で、あとね、高評価、コメントの方はね、どしどしお願いします。コメントはね、ちょっとね、だいぶ追いついてきましたけど、まだまだ全部埋まってませんが、頑張って返して、全部返していきますので、コメントよろしく。高評価はね、もうポチッと押すだけで、なんでね、よろしくお願いします。チャンネル登録ね、まだまだ増やしていこうと思っておりますので、チャンネル登録のまだの方はぜひ押してください。はい、今日の動画はここまで。また来週になりますかね。お会いいたしましょう。それではごきげんよう。さよなら。